これからね、徹夜ばっかり。ティファニーと下北を歩くと待ってていい？はい。あ、ごめん。面白いから初めて持つ不思議。これ結構パリだとよく見るけどね、オペラの前とかで。そう、ダサいと思っちゃうけど結局すごい面白いここはシティ、カントリーシティのお店、うん、お店。あれ、俺うまくできない。あれもし知れなかったら絶対入れないね。入れないなんか4階でね。あ、なんかちょっと映画っぽいね。なんか下北です。うん、下北です。ブレイカーです。レコードです。下北沢ってロックの街で。あ、そうなんだ。うん、その中でもすごい日本でもすごい有名なレコードショップなんですけど、ここの店長がうちのショーの音楽を全部やってくれてて、ずっと東京コレクションが前のミラーのパリって、うん、だからここでずっとあの音楽のミーティングしたり、夜な夜な飲みに来たりって感じです。バーもあって。おすすめか好きな音楽を一回見せてもいい？さっき見つけた、今日買うのはこれかな。ブラジル系のここら辺は、yeah. うん、良さそうだなと思って買ってみようかなと思ってます。なんかジャケ買いも多いんで、そんなにマニアックじゃないんで。やっぱりバイナルがいい？そうですね、今はバイナルばっか買ってる。あ、本当？うん、それそのままダイレクトにお店で流してるから、うん、なんか自分の今の好きなものとかがお店行けば分かる感じになってます。結構お店にいることが多いんで、お店でずっとダラダラ流してる感じ。いろんな曲。ナイス。あとやっぱシリータとかが、モータウンのシリータとかが好きだから、そういうのここで買って、それから結構モータウン系を集めたり買ったり。そうなんだ。ニール・ヤングとか好き？好き。レースにスニーカーってのがいいよね。今日の予定はあとショーまで1ヶ月だけど、デザイン出そうかな。乾杯。乾杯。パスタズム落合くん、こんにちは。ありがとうございます。